F1 のレースの中で、国歌斉唱、カナダの国歌斉唱に間に合わなかったっていう選手が出てきましたけども、まあいいかなと思います。私はフランスであの F1 の、あのレースを見たことがありますけど、それは素晴らしい開会式だったですからね。まあ、国歌も素晴らしかったですけど、国歌の後にイタリアのヴェルディのナブッコっていうあのオペラの池我が思いを金色の翼に乗ってという合唱を歌うんですよね。それはフェラーリに対するオマージュらしいですけれどもね、そんな中でのなんて言いますか、儀式に対して日本の選手とそれとそのチームがちょっとなんて言いますか、考えが甘かったかもしれないですね。 F1 の、日本のチームを取材した時にあの一番美味しくないコーヒー飲んでたのは日本チームでしたからね。他のチーム全部エスプレッソ飲んでるのになんで日本だけが缶コーヒーなんだっていう、他のチームは全部コックがついていて、料理を作っているのになんで日本だけはインスタントラーメンなんだっていう、そんな感じがしました。 F1 に対する日本の参加考え直してほしいなといつも思っております。というところでよろしいでしょうか、坂上さん。これあれですよね、カナダの国歌斉唱に、そうなんですよね、はい、カナダですよね。で、開催国への敬意を書いてるっていう、まあ、そういうふうなあの批判だと思うんですけど、はい、ちょっとカナダが一つだけちょっと弁護すると、はい、やっぱり特別な意味をカナダにとっては国歌っていうのを持っていて、はい、なるほど、カナダってあの移民の国で、はい、まあ、イギリスの植民地みたいなものだったんだけど、そうですね、はい、でよく言われるのはアメリカの51番目の州だと、はい、いうふうに揶揄されてて、はい、1967年まで独自の国旗さえ持ってなかったんですよ、国旗さえ、はい、そういう国でその、まあ、自分たちの誇れるものって言ったら、ね、これカナダらしさみたいなずっとこう悩んできた国なんですよね。イギリスに暮らしてる時も近所にカナダの家族がいたんですけども、はいはい、カナダ人って一発で分かりますよ。あ、そうです。なぜならば、はい、窓際にカナダの国旗をこうやってちっちゃい国旗を立ててます。そうですか、メープルリーフですか。そうそうそう、はいはい、話したらやっぱアイデンティティをどういうふうにオタクでは教えてるんだと、日本ではすごい困ってるっていう、なるほどね、だからそういうね、ちょっと独特のやっぱ重みもあったんじゃないかなっていうふうにちょっと想像します。今オーストラリアがそのあたりで悩んでるところですね。その、うん、国旗と国歌をもう一度どうしようかっていうようなことをよく言って、何遍もやってますね、あそこ。いや、何遍もやってますね。そうですね。原さん、この問題どう思われました？そうですね、今あのこの処罰の重さに関、処罰があること自体に対しても、はいはい、こういったもうプロフェッショナルスポーツにおいて、あのこうそれぞれのルールがあって、はい、こう起こりうることなのかなと思います。ただ、はい、カナダも今国家の重みを聞いて、あ、より厳罰化された理由がより理解できた気がします。はいはい、そうですね、うん、私もそうでしたけどもね、うん、ただオリンピックなんかではあの国旗を持って入場するのは確か第 7回大会からだったかな、確かそのぐらいでしたよね、国旗を持ってで、その時にあのチェコん、あんま、あんまり曖昧な知識で喋るとダメだな、フィンランドが、ロシアの中次に更新するかどうかで大揉めになったんじゃなかったかな、確か。それとあとチェコがどうなるかとかね、いろいろ国旗の問題ってのは大きな問題ありますですよね、坂上さん。これそうですね、はい、これを考えていくとオリンピックもなんか見えてきますよね。はい、そうだと思います。クルドのチームがいつ出るのかっていうような感じもしますし、パレスチナがアトランタで出た時には、うん、それこそ国連で喋るよりも大きな意味があったっていうような風にも言われましたもんね。まあ、これはあの F1 で今あの単に国家に遅れただけだっていうことで、流してしまおうかと私は思いましたけども、全然違う大きな、考えるきっかけになると思います。